全にね、ポロポロに、そぼろ状に、炒めちゃいます。はい。もうね、スタミナ、あ、もうスタミナ合ってる。スタミナ合ってますよ、これ。はい、どうもー、酔っ払いでーす。お母さん見てる？お母さん。今日も料理の方やっていきたいと思います。はい。今日はですね、おつまみを作って言って、こうと思うんですけども、県民バズご飯っていう本があるんですけども、全然売れなかった。この中に入ってるレシピってめちゃめちゃ面白いレシピいっぱいあるんですよ。いくつかバズったものがあるんですけども、その中でもかなりの勢いでバズった鳥取県のですね、スタミナ納豆っていうですね、ご当地料理があるんです。それを今回やっていこうと思います。ということでね、今回はですね、鶏ひき肉です。胸肉にしたんですけども、もも肉でもどっちもいいんですけども、今回は安い、胸肉を使用します。はい。ひき割り納豆。ね。ひき割り納豆なんですけども、こいつを使っていきます。ひき割りがなければ小粒でもいいんですけども、小粒の場合は、包丁で叩いて、ひき割りっぽく、切ってください。生姜が 5g、ニンニクが 5g。で、作っていきます。じゃあですね、早速スタミナ納豆の方を作っていきたいと思うんですけども、その前にスタミナハイボールを作っていきたいと思います。氷を入れていきます。三越でいただいたやつですね。ハイボールを作っていきます。はい。自分にスタミナをつけていきます。スタミナついてきた。生姜ね、皮付きのままで結構です。千切りにした後に、横に切ってみじん切りにしていきますね。はい、はい、こんな感じですね。はい。スタミナ納豆っていうのはね、給食でできた料理らしいんですね。ご当地給食なんです、これ。納豆が食べれない子たちのために作ったレシピなんですね、これね。らしいよ。ニンニクはね、これ炒めるので、芯はね、焦げやすいんでね、取っていきます。砕いた、ニンニクは、こんな感じですね。刻んでいきますね、こんな感じでね。粗みじんでいいんですけども、刻んでいただいて、こんな感じですかね。はい。切るね、下ごしらえはこんなもんなんです。小さめのフライパン用意してください。こちらにですね、まあ、大きめのフライパンでもどっちでもいいんですけども、これに火をかけていきます。ごま油、はい、ごま油が、まあ、大体大さじ1ですね。はい、入っていきます。でこちらにですね、生姜とニンニク、はい、先ほどみじん切りしたものを入れていきます。香りが出るまで、ちょっと炒めていきますね。はい、こんな感じです。はい、生姜とニンニク、これが、ね、スタミナのゆえんなんです、これね。はい、これを炒めることによっていい匂いがします。ごま油とニンニクと生姜を炒めるとどういうことになるかっていうと、すっごいいい匂いするんですよ。いい匂い嗅ぎながらスタミナをつけていきます。何でもできる。あんまり、ね、強火でやっちゃうとね、焦げてきちゃいますんで、適当な、温度でやってください。まあでもね、これぐらいで、ね、色づいてきたらもう大丈夫です。お肉入れましょう。お肉入れたらね、ちょっとほぐしながら完全に火を通しちゃいます。コロコロになるまでね。ひき肉、もし売ってなかったら、自分で叩いてひき肉にしても全然平気ですからね。完全にね、ポロポロに、そぼろ状に、炒めちゃいます。はい。塩も加えていきます。はい。全部ね、白くなってますね、これね。はい、そうしましたら、火止めちゃいます。もう、火止めちゃって大丈夫。ひき割り納豆ですね。だしと、タレはね、今回は使いません。納豆を入れていきます。はい。で、ここね、火を止めて、まあ、納豆が苦手な方は、ここでも火を入れた方がいいです。なぜかというと、納豆は加熱されれば加熱されるほど納豆の匂い飛ぶので、納豆に火を入れると、ね、納豆のね、納豆キナーゼっていうね、栄養素がね、失われるんですけども、納豆に火を入れたら栄養素がなくなっちゃうじゃないかと。納豆キナーゼっていう酵素は、確かに死ぬんですけども、で炊きたてのご飯に納豆を乗っけただけで死んじゃうんですよ。なので、あんまりね、気にしない方がいいです。納豆は他にもいろいろいい成分を持ってるので。でこうやって僕がなんか料理のうんちくみたいなのか、話してる時は全然ね、酔っ払ってないんですよ。はい。だからスタミナをつけていきます。ソーダ塩、小さじね、2杯、はい、これだしの代わりですね、これね。お砂糖がね、2つまみ、これぐらいですね。混ぜていきます。はい。最後にね、すごくね、重要な調味料、これはね、タバスコなんです。これ好みです。ただ僕はタバスコ大好きなので、1,2,3,4,5,6,7 7振りぐらいです。で混ぜちゃいます。もうね、スタミナ、もうスタミナ合ってる。スタミナ合ってますよ、これ。じゃあ盛り付けていこうと思います。まあね、今日はね、こういう小鉢に。はい。どっちかというと、まあ、おつまみに僕は近い感じで作ってはいるんですけども、ご飯と一緒に食べてもいいです、これは。僕はね、お酒の、おつまみに、しちゃうんですけども、ご飯と一緒でもものすごく、美味しく、食べられるので、お酒飲まない方でももう全然、僕のレシピというよりはもう これご当地レシピなので、これ考えた人はね、マジですごいです。ネギをね、ちょっと散らして、はい、こんな感じ。
感じで、ね、散らしてね。はい、スタミナートの完成でございます。はい、ということでですね、スタミナートができましたので飲んでいきたいと思います。このチャンネルは飲み動画ではなくて料理動画です。僕が勝手に飲んでるだけですので、皆さん僕の飲んでる姿より料理をよく見てくださいね。ちょっとハイボールが足りなくなったので作ります。一番のやつ、スタミナ納豆ではね、やっぱ一番のやつじゃないかなと思いまして、じゃあ皆さん乾杯。あー、やっぱこれだね。はい、じゃあ食べます。うまいな。マジでうまいです、これ。ご当地本の中で各都道府県の全部やったんですけども、トップ5に入りますね。めちゃめちゃ美味しいです。納豆の香りがすごく軽減されてます。ニンニクと生姜の炒めた香りで、あとごま油も入ってるのですごくね軽減されてます。納豆があんまり得じゃない方も食べれるんじゃないのかなっていうふうに思います。タバスコの酸味と辛味がすごくね全体まとめ上げてるんですよね。完全に酒のつまみなんですよね。ビールにしてよかった。意外とヘルシーなんですよね。基本的には鶏の胸のひき肉と納豆なのですっごいヘルシーで栄養価高いんですよ。低糖質おつまみになるんですよね。マジでうまいっす。今回の分量だと軽く2人分あるので家計の地でね酔っ払ってくるとねくしゃみするんですよ。ご飯にもめちゃめちゃ合います。これ納豆があんまり得意じゃない方にも一回試していただきたいなっていうレシピになってるの、これもう本当におすすめです。本当に美味しいのでぜひ試してみていただければと思います。今回の料理またはですね、僕の飲みっぷりがいいなと思った方はですね、ぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。